マッピー会長の動画。おっす、マッピー会長です。今回はね、デビルチャレンジ、これテーマ会です。あのデビルラッシュです。これね、意外や意外、覚醒ヴィーナスで攻略できるらしい。覚醒ヴィーナスでね、結構楽にね攻略できるらしいんですよね。あの私の動画では、あの覚醒セレスで、あの究極覚醒進化のモンスターでは、リーダーフレンド覚醒セレスで攻略している動画あるんですけども、まあ、他にも、まあ、覚醒ハーデスなどで、デビルラッシュは攻略できるらしいんですけども、ヴィーナスもできるということなので、やっていきます。レッツとね、レッツとツーウェイを積み込んだ感じのパーティーになってますね。で、まず初っ端からガンガン行かしてもらおう。これね、6秒しか動かせないので急がないと。あー、こんな感じか。 6秒だったらね、本当にちょっとしか動かせないんですけど、よいしょ、いいね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 。で、ここはあえて一旦耐えよう。うん、これ、相手が、あ、ちょっと待って、それは、いや、大丈夫、倒さない、優秀、さすが、オッケー。あー、まあいいか。で、少しでもね、スキルを貯めたいので、はいはい、これ倒そう。レッツ、オッケー、はい、よいしょ。さあ、次で何が出るかで結構変わってくるからな。青ドロップした、ありがとう。いや、くっそ、いやでもよかった、こいつが出ることをね見越してラストジャージメントで貯めておいてよかったんで、攻撃耐性と褒める、よかったよかった。とりあえず一発食らわないといけないな。毒をちょっと、まあ処理しなくてよかったか、これ。まあいっか、ちょっと抜けるか怪しいな。いやでも抜けるはず、エンハスを使えばねいけると思うので、いくぞ。さあ、最大火力配置を見せるときが来た。12345678999999ちゃん、9ちゃん、うん、面白くないね。ちょっと待ってよ、エンハンス、ここ確実に決めるためにヴィーナスを使っておこう。待ってよ、9ってどんな形だったかな。なんかね、属性強化が5個以上の場合のやつも見たんですよね、一回ね。そっちの方やってみるか。よし、行きます。これなんですよね。これ2ウェイの方が良かったかな。列でいけるかな、頼む、いけ、よっしゃー、ギリギリ、オッケー、あぶねえ、危ねえよ。はい、今からね、もうここまで来たら、ほぼ勝ち確です。はい、だと思います。このメフィストヘレスは、種属性が、種属性が光で、副属性が闇なので、この、光の状態だと、覚醒ヴィーナスはね、半減半減が効くので、スキルためをすることができますということで、ゴッドグラビティはあと22ターン、スキルためしたいので、早送りいきます、ゴー。はい、ゴッドグラビティがあと2ターンのところまで来ました。さっき早送りしてる時に僕が喋ってるところがペチャペチャあったと思うんですけど、それはですね、途中でゴッドグラビティ、実は次サタンなんですけど、サタンをね、でスキルラメをするんですよ、また。で、だったらここゴッドグラビティ貯めなくてもいいじゃんって思ってたら、サタンでゴッドグラビティ使うっていうのを今忘れてて、今言って、忘れてましたっていう報告です。で、ここなんですけど、今ね、列組める形ですね。
とりあえずここで、バルさん使って バルさん バルさんってなんかこいつは虫みたいだな。とりあえず半分以下まで削りましょう。よいしょよいしょよいしょ、レッツニコでどうじゃこの野郎。あとね、あのさ、これこのダンジョン入る前に言っとこうと思ったのに忘れてたんですけど、この覚醒ヴィーナスパーティーはね、はっきり言うと弱いですね。というのも、あの覚醒ヴィーナス自身は神タイプがついていなくて、悪魔と回復なんですよ。なのに、イザナギさんのね、神エンハンスがあると。だから神エンハンス効くのね、アボカリさんとイザナギさんとゼウヘラだけなんですよ。で、まあミニバルは、回復タイプのみなので、でしかもまあそうですね、あの普通にね列を入れていった方が、まあ、覚醒ヴィーナスは強いと思うんですよね。なのにちょっと通便編成になっていると。それはですね、あの私自身がですね、あのバールとか持っていないのでこういう感じの編成になっております。で、ここなんですけど、もうねイザナギさんも使っちゃいましょう、確実に抜きたいので。で、とりあえずね、あのパズルが下手な私はヴィーナスを使うぞ。あ、ちなみにこのなんでゼウヘラを入れてるかっていうと、まあゴッドグラビティを使うっていうこともありますし、あのハイパーなのでステータス要因にもなっております。さあ行きましょう、行くぞ、列を通便でいきます。これでいいかな、これでいいか、これで落ち込んで回復を揃えてのコンボ稼ぎ、どうよこれ、これでいける、よし来た。はい、次なんですけど、で申し訳ないですけどね、ここもスキル貯めるんですよね。まずゼオヘラを使います。ゼオヘラ使って、あ、まあ、これでいけるかな。ちょっとめっちゃ今ハズレ下手だったけど、よし、半分以下に、ね、なってしまえば、覚醒ヴィーナスがね、水属性もダブル半減してくれるので、スキルをねすごく貯めやすくなります。で、ちなみにね、このパーティー編成だと、あのゼウヘラも含めてですね、自動回復が6つあるので、覚醒ヴィーナスが2つあって、リーダーフレンドで4つで、ゼウヘラを含めたら、6つあるので、毎ターンねパズルこうやって消すだけで3回回復するんですよ。だからすっごいもうスキルラメが しやすいんですよね。はい、ここは、あ、ちなみにここでゼウヘラまで貯める必要はありません。イザナギさんとアポカリプス、あのアポカリプスまでね貯めれば OK です。でもこんな感じで、はい、このね、ワールドエンドはさすがにちょっとこんだけ食らってしまうけども、まあちょっと回復すれば問題ないですね、自動回復ありますし。はい、なのでここまで来たらね、ここ負ける要素がありませんね。よいしょ、もうねゆっくり削っていこう。スキルダメしつつ削る感じです、削る感じ、スキルダメもしつつ削る。おっと、イザナギいじめですか。あ、じゃあ今からね、あ、スキルダメの、スキルダメが続くので早送りします。よし、じゃ、ゴはい、お待たせしました。いやー、なんだかんだかなりね耐久してしまった。もう本当にね、気づいた方いらっしゃると思うんですけども、ずっと殴り合いで、もうねとっくにアポカリプスと、イザナキさん、アポカリプスがね溜まってたんですよ。でもね、ちょっとなかなかサタンさんが硬かったので、ずっと殴り合いしました。で、ここなんですけど、まずアポカリからのバルさんもうバルさんって言ったらなんかもう完全にもうこいつがあれにしか見えないで、イザナギさん使って、でね、ここ結構ギリギリになるので、倒すのね、エンハンスもねこれ3体しかかからないし、だからここはね最大火力配置をしっかり決めておきたい。はい、4567891011か
11の最大火力配置でしょ。どんなだったかな。下4つあれやって、あ、思い出した。 OK、 行きます。ちょっと緊張するな。待って、ちょっと待って、待って、こう行って、あ、 OK、 OK、 思い出した。行きます。はい、よし、来た、よし、勝った、チェスト、よっしゃ、いい。はい、こんな感じで覚醒ヴィーナスでね、降臨じゃないけど天魔界過去デビューラッシュをね、もうなかなか安定して攻略できたと思います。まあ、個人的にはそうですね、絶メタさんがねちょっとギリギリだったんじゃないかなって思っております。まあでもかなりね、覚醒ヴィーナスだったらね、こんな感じの、まあ列もそんなに積んでいないパーティーでも攻略できるので、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。というわけで、今回はこれで終わろう。じゃあまたな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をまだしていないという方、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。マッピー会長でした。またな。